マズルカ作品33は、フレデリック・ショパンが作曲した4つのマズルカからなる、曲集作品30と異なり、形式美と民族的前衛生とが両立していて、規模も大きいものが多い。限定先は、ローザ・モストフスカ・伯爵夫人。第22番、A と単調。クヤビ役。中間では、ロチョウチョウのオクターブ奏法。メストという表記の通り、 物湯げないらしい商品。第23番、二丁丁。自筆プ、フランス初版、エキエル版では、作品33から3となっている。華やかな明るい曲奏で、バレエ音楽、レシルフィードにも登場する。単純な二丁丁と異丁丁の反復でわかりやすい。中間は変ド丁丁の意表をついた店長。第24番、八丁丁。自筆プ、フランス初版。 エキエル版では作品33から2となっている。センプリチェという指定を裏切ってヘミオラの効果的な活用で単調さを免れている。パリのショッパンの自宅で演奏してみせた際にマイア・ベーヤとの間で4分の3秒しか4分の2秒しかで論争になったという弟子のレンツの証言がある。中間部は変異調調。第25番メスト・ロ単調。 規模の大きな作品。ロンド形式で何らかの音響的風景描写を意図したのではないかと言われている。作曲者には珍しく変装のない反復が律儀に行われる。中間部は、路長長の甘美な旋律。ありがとうございます。